はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。スターホースポケットプラス。ごきげんよう。私は喜多方くるみ、よろしくね。やっぱりもう切れてんのか。農園で収穫できるわよ。農園で収穫できるわよ。プレゼントが届いてるわよ。どうしよう、カボケンの方行こう。なんでテータニアが外れてるんだ。防水しよう。なんかおかし、様子がおかしい。テータニア絶対いるよね、ほか。いますね、テータニア。行きましょう。そういえば桜とかいろいろありますね。イニシエの名品ガチャ。じゃあこれで終わりだよね。ケーキとかもらえるんだ。どんどんこの辺は引いていった方がいいですね。馬装とか
もうなんかいろいろ免許とかもらえるんだ。これはあんまり役に立たないかもしれないけど、とにかく楽しいですね。ほら、メダルガチャだ。ケーキとかがあるぞ。ということで、これがあれば多分状況は困らないでしょうね。そういえば積極的に取っていきましょうか。さあ、これで長くなりましたが、片尾対応です。あと12周ですね。先がそんなに長くない。今はベストオーバー体重は482キロ。484か486の時に下ろしたい。どうしたの？っていうか宝塚記念かな、狙いは。宝塚の前にやっぱ早い。日程見てみますと、確かに狙いは宝塚でもいいんですけど、ダート天王賞っていう手もありますね。天王賞いいかもしれないな。さあ、ダービーの週まで行きましたね。もう一周行こう。知ってるかしら。お、488キロまでになった。天王賞にダートも行けるので天王賞に登録しますか、宝塚に登録するか、ちょっと考えます。でも今の能力だったら宝塚はちょっとしんどいんじゃないかな。そういえばちょっと調子落ちた。あと帝王賞ってことになりますね。宝塚ちょっとしんどいな、多分。果敢に挑戦する姿はいいかもしれないんですが、知ってるかしら。勝たないとね。オペラ王が強すぎるわ。グラスアンダーもいるのか。一方ファストフレンドはこっちの方が組みしやすい感じですね。別にダートにおすすめ枠ついてないですけど、ダートがダメなわけではないです。いい感じだわ。大根。嬉しそうね。ということで、帝王賞出しましょう。これでも3000万もらえますからね。何か用？帝王賞です。まだあと両党の強さを見せましょう。さあ、ファストフレンドとかインテリパワーにも20丸がついてますが、片尾対応が安定しますね。20丸2つ。これが JPN1 でもですね、戦えるでしょう。メセオペラもいますね。
と地方の精鋭が互いの意地をかけてぶつかります。ダートの帝王決定戦、いよいよスタートです。帝王賞 2000m、 まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか。ザポリアが先手を取ります。そして内からは8番マキバスナイパー、それからコースミジェット、その後ろでやりましょうか。6番ゴールドヘッド、10番先行というのが控える競馬するときに増えました。その外からはインテリパワー、まもなく第1コーナー、カトロ太陽、黄色い帽子が馬込みで入れています。2番ウィングアロー、差が開いて名声オペラ、そしてその後ろからファストフレンド、しんがりから大気ヘラクレス。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。前の方は完全に固まったオースミジェットがレースを引っ張るようになりました。外を通ってイガリコンコルド、ゴールドヘッドがそのうちにいます。そして4番手にサプライズパワー、ザフリア、ほとんど馬体が合っています。それからもう一頭8番マキバスナイパー、その外インテリパワー、1番人気のカタロ太陽、岡部騎手、どのあたりで動くんでしょうか。それからウィングアロー、その後ろ5馬身くらいあって11番名声オペラ、7番ファストフレンド、大気ヘラクレス、これがしんがりでやります。さあ一塊になりまして第4コーナー、まだ結構後ろにいるぞ、届くのかこれは。直線伸びてくるのかどうか。先頭中立てとオースミジェット、持ち上がり方が弱いな。ジージーとしか伸びてきません。ファストフレンドが来た、ファストフレンドを伸びる方がいい。頑張る頑張る、中立てとオースミジェット、緑の帽子ファストフレンド先頭だ。ファストフレンド1着、帝王賞勝ったのは7番ファストフレンドだ。完全に地に足ですね。残念、厩舎レベルアップしました。そうですね、札幌記念ですね。ちょっと悔しい。レースを終えた馬が戻ってきたわ。疲れやすいのかな。札幌記念かな、これだった。だい、まあこのメンバーならなんとかっていうとこでしょうね。なのでこれだと6キロ前、キングジョージあたりまで、え、2キロか、そんなに変わらないや。無理できないですね。そうなんだ。ちょっと聞いてよ。そんなことないですよね。いいわね、いい感じだわ。何？さあ残りの週が減ってきました。ちょっと聞いてよ。とりあえず札幌記念出しましょう。武豊騎手、気合い十分ね。調整庫はいいですね、嬉しい。嬉しそうね。何か用？さあ、いい状態に仕上がりましたね。疲れもそんなにないんじゃないかなと思います。
ひょっとしたらこのなんだオレンジ調子いい状態でもにの絵でも差があるんじゃないかなと思いますね。 1.8 倍ダントツの1番人気、グリグリですね。ファレーノプシスが丸2つ、エアギャングスターブリリアントロードにも丸がついております。3番人気がエアギャングスターか。お、では行きましょう。札幌記念、今年も名勝負が期待できるか、和産地北海道で行われる大一番、札幌記念12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。ダイワカーリアンが先手を取ります。桜並木王がその後ろ、下がりますね。それからダイワ欧州、日本アトラス、それからカタロ太陽、そして6番手に8番これの後ろでやります。その後ろでやりましょうか。2番エアキャングスター、その外からは10番レガシーハンター、4番オリビアントロード、それからもう1頭アドマイヤコジーン、そのうちシンボリインディー、ちょっと離れて3番宮城ロドリゴでやります。もう一度先頭に戻りましょう。先頭行くのは12番ダイワカーリアン、4馬身リード、この辺りちょっと離れている桜並木を、そしてその後ろからダイワ欧州、日本アトラス、そしてイタイタ、片野太陽と竹豊でやります。エアキャングスターがこれを追う展開になりました。それからもう一頭バレノプシス、そしてその外にレガシーカンター、ね、その後ろ3馬身くらいあって4番ブリリアントロード、それから足毛の馬体アドマイヤコジーンであります。シンボリインディー、宮城ロドリゴ、徐々に差を詰めます。これが先頭12番ダイワカーリアンであります。さあもう4コーナーですよ。さあ1塊になりまして第4コーナーをカーブ、もう上がってこないといけません。でもオハイオプシスの方が勢いがいいな。しかもアドマイヤコジーンも来ているぞ。なんだこの勝ち人の遅さ。1着アドマイヤコジーン先行としてはなんか前行かないし伸び悪いんですよね。逃げの方がいいのかな。残念。一着。レースを終えた馬が戻ってきたわ。気合い十分ね。当然放牧だが、何か用？出すレースがないですね。これ困りました。知ってるかしら。オスマカ片尾太陽はなんで、本当は天皇賞秋とかでなんでしょうけどね。本当出すレースに困るぐらいだ。 G3 まで格好落とさないといけないかもしれないですね。もうこのまま引退まで行っちゃいます。って距離持つのか、上限かな。いやもう全余裕で持ちますね。元気いっぱいね。
に来週がギリギリみたいです。ってことは出れないのか。こうなると敵距離のレースってノーショー秋しかないんですよね。引退ですか、天皇賞秋が。何？どうかしら。どうかしらって疑問が呈されている。エビナ、何か用？エビナ騎手が乗ってジャパンダートダービー取ってますからね、相性が案外いいのかもしれない。さあ引退です、天皇賞秋です。それとも2番人気、二重丸2つついております。さあオペラ王、これ強いですね。相手が連勝トトもナイタトップロードもステイゴールドもいますが、頑張ってもらいたい。天皇賞秋です、引退です。才能はいまいち跳ねなかった片尾太陽ですが、次の世代期待したところです。伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。天皇賞秋、さあ準備が整いました。さあ行こう、まずまずのスタートかと思います。片尾太陽10番です。行きました。片尾太陽がかわしていきました。内を通りまして6番成田トップロード、桜並木王が上がってまいりました。ちょっと離されまして名勝怒涛、そしてその後ろから12番ダイワテキサス、イーグルカフェが並んでいっています。そのうちに名勝王道第2コーナーから向こう流し、その後ろでやりましょうか。テイエムオペラ王、それからロサード、縦に長い展開になりましたね。内から1頭1番ステイゴールド、この辺りちょっと離れている3番優勢トップラン、もう一度先頭から紹介しましょう。桜並木王がレースを引っ張るようになりました。片野太陽、この馬の勇姿を見ることができるのもあとわずかです。差が開いて6番成田トップロード、そして4番手に名勝怒涛でやります。それから11番イーグルカフェ、ダイワテキサスがその後ろ内を通って7番名勝王道、テイエムオペラ王はこの辺りロサード、トゥナンテ、ほとんど馬体が合っています。さあ栄光の天皇盾まで、あとは直線を残すのみであります。片野太陽、大歓声も後押ししているぞ。さあ先頭は桜の幹雄が半馬春にのテイエムオペラ王、まだ来ないのか、まだ来れないのか。トップロードか、成田トップロード、一気に抜けた。3番手に片野太陽、依然先頭成田トップロード、ちょっと差ある。頑張る頑張る渡辺と成田トップロード、ステイゴールド懸命に追う、粘った粘った成田トップロード、成田トップロード一着、天皇賞秋、勝ったのは6番成田トップロードだ。ピンク過ぎてたのかな。惨敗です。一着6番、この世界は甘くない。2着、レースを終えた馬が戻ってきたわ。一応電動馬に登録します。15戦6勝、ジャパンダートダービーこそ取ったもの、それから取っているレースが中山記念のみでなかなか跳ねなかった。何か用？
スタートも勝負根性も瞬発力いいんですけどね。気性も穏やか。何が悪いのかわからない。でもいまいち跳ねなかったですよね。ということで次の世代に期待しましょう。はい、ということで、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。このスターフォースポケットですね、遊んだ記録プレイリストに記載しております。こちらも説明欄にアドレス記載しています。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらこちらを見ていただければと思います。スターフォースポケットでした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。